先日のね、車のイベントで私テスラモーターのテスラの車を見たんですけども、まあすごかったですね。これが何がすごいかというと、私のねずっと思っていた電気自動車の懸念点が全部吹っ飛んでるんですよ。例えばですね、充電なんですけども、以前は8時間から10時間の充電で1時間とか2時間走るのがやっとだったって印象あるんですけども、今回はねスーパーチャージャーつってものすごい圧縮した電気をバンとぶち込むことによって20分でフル充電してですね、それで400キロとか500キロとかも走るんですよ。もうレクサスと同じなんですよね、そうなると。で、あとはねこのエネルギーですけども、私はねその電気の供給ってのがものすごく不安定になるんじゃないかなと思ったんですけども、この風とかそれから太陽光っていうのを使わないときにぐーっとね充電しておいて、そして使うときになったらスーパーチャージャーでさっきみたいにぶち込むって形なんで、電気の供給が間に合わないってことは基本的にないんですよね。それこそ電気がどんどん電気自動車が量産されても間に合うように先の先を見て設計されてるんで、この電気の供給量の問題っていうのも概ねクリアされてるんですよね。まあその他にもね様々あるんですけども、その Google マップをはじめとしたそのマップ機能、アプリの機能がありますけども、これによってですね自動運転も部分的にですけどもすでに実現してるわけなんですよ。そうなるとこれが一般公開されると、もう何て言いますかね、どこでも自動運転しちゃうんですよね。で、昨日私免許の更新に行ってきたんですよ、先日。そうするとですね、自動運転車に対する決まりっていうのはすでに5段階ぐらい分かれていて、その中では具体的に言うとですね、自動運転車に乗る場合、その責任は最終的には中に乗っているライセンスを持っているドライバーが負うってことになってるんですよ。ちょっと奇妙なんですけどね。どういうことかっていうと、基本的には車が自動操縦して安全管理するんだけども、それがもし間に合わなかった場合は、その車に乗っているそのドライバーがね、責任者なんだってことなんですよね。で、ドライバーがいるってことは、結局無免許の人だけで自動運転車に乗ることはできないっていうふうに解釈できるんですよ。もう今まで従来通りに免許を持った人が最低1人、自分はドライバーだけども、自分のドライブを車に異常してるんだっていう意識で、で車に異常があった場合は自分に責任が来るんだっていう意識でね、やっぱ乗らないといけないから、飲酒運転とか居眠りはこれは減点の対象になる、そうなんですよね。ただし手を離して運転したりとかスマホで操作することは OK になるみたいなんですよね。こういうふうに明確に具体的にもうすでに法整備を先に進んでいて、その上でいつ電気自動車が入ってきてもいいですよって形になってるんですよね。で、実際日本にも電気自動車何社か走っているっていう例がありますし、これから大量に電気自動車がね、それこそね20年ぐらい経ったら電気自動車じゃないと世界中で売れないってことになると思いますので、私たちが今ねずっと依頼しているガソリン自動車、これは本当に危険なんじゃないかなと思います。まあトヨタや日産も電気自動車は徐々に、まあエネルギー革命とかね、その他のリノベーションを重ねていって、30年後40年ぐらいは市場に出るのかなと思ってたのが、もう今ね目の前にあるんですよ。だからもう勝負あったなんですよね。まあ、こうなったらね、もともとはその電気自動車のバッテリーの技術とかそのナビの技術っても日本ですから、日本のパナソニックですから、なんとか取り戻していただきたいなと思うんですけども、なかなか難しい現実が揃ってるのかなと思います。電気自動車に関しましてはもう完全に待ったなしで、ガソリン自動車は敗北一丁上がりということでございます。まあ、電気自動車がねこれから皆さんの身の回りにも入ってきて、ガソリン自動車は博物館に並ぶしかなくなるのかもしれないですね。私のトランザム83年式も、まあ、お蔵入りになりそうでございます。